タートです。さあ探検しましょう。昼間になりました。どこに慰霊碑があるの？まずはこの看板を見ましょう。ないぞ。どこが出るんだ。ここは日もないのか。ちょっとさまえってるでしょ。なんかあるみたいよ。なんか貝だった。どっかに時間中不審な人を見る。俺が不審かな。ってんだけどな。初見さんいらっしゃい。元ね、形状があったらしいですよ。どこかは分かんないんですけど、なんか火とかないのかな。火とか怪しくないか。これ怪しい。記事らしいっす。なんだこれ。あ、つまんねえな。正直新しいもんな。なんか整備されちゃってる。あ、鳥居があるよ。ほら鳥居がないよ。ほら鳥居、あそこだな。あそこで見た。ここだな。いや、元形状跡らしい。よくあるでしょ、形状跡に取りに行って。ここだな。ここだな。ここだな。稲荷でしかも稲荷神社で。公園に稲荷なんか置かないでしょ普通。松田屋家の下屋敷だって。松田屋家の下屋敷なんだ。自然だよね。普通公園の中に稲荷なんか置かないよ。ないでしょ普通。うん。あ、どうもね。青木屋の時間ね。あ、本当ですか。あれはブルコーヒーさん、よろしくお願いします。よかったらサポートもね、よろしくお願いします。また樹海行きますけどね。またそのうち夏には絶対行くと思いますよ。もう一回ちょっといい、この間もちょっと樹海が通ってたんですよ。中に入るのは多分夏になっちゃうかもしれないですけどね。梅雨はちょっとね、雨があるからまだ寒いんです。あっちね。今日は都心部来ました。なんか不自然だな。この台座も古いしな。なんかあるのかな。もっと形状は正しいんだけどね。いないで。まあもう一個ね、もしかしたら行けたら行くかもしれないね、近場に。なんかあるかな。なんか怪しいよな。
あ、よろしくお願いしますね。よかったらね、皆さんね、 YouTube もよろしくお願いします。そのらしいものはないんだけど、これね、一応ね、そういう噂をね、ちょっとネットで見たんですよ。あれ、よろしくですか。今なんか男の人がふって横切ったような感じします。なんか今、なんか今横切ったように見えたの。白っぽい服着た。あ、よし、あ、あった？ある？あ？子育て地蔵。本当。ここだ、おかしくない？稲荷あんの。公園に。ね、やっぱ形状なんだよ、これね。ね、うん、ここだったんだろうね、多分。ね、うん、なんか怪しいよね。ちょっと回ってみましょう。なんかおかしい、公園の中で稲荷なんか置かないやつ。これ何？何これ、これ何、これ何、普通は置かないと思うけど、見たことないよ、公園に稲荷がある。すごいし、なんか演説してみて、なんかあったもんね。テラスのことあって、木もでかいしな。いましたよね、だっけね。どこにあるんだ、お地蔵さん。持ち上がりに行くか。なんかね、木がでかいんだよ、すごい。ここだよ。ほら、なんかあるよ。大塚地蔵さん。ああ、やっぱそうなんだ。子育てだって。ほら。うん。あった。なんかね、一瞬横切ったよ。古いね。神社前のやつでしょ、さっきなんかね、あそこね、いたのか。このね、修復してるけど古いよね。白いなんか横切って俺見えたの、やっぱ一瞬。だってこれ石がだって古くない？こんな感じしたもん、さっきのふってのが一瞬ね、横切ったような感じした。そう、大塚形状跡って多分ね、おそらくね。で、どっかの赤い月さんだっけな、そこのサイトで見たような感じした、僕は。
あ、だ近いんだと思ってね。じゃあ行ってみようかな今回。形状だと思います、これ。江戸時代じゃないかもしれないけどね、もっと古いと思うんだけど。さっき見え方痛かった。見られてるのかな。またこれ古いもん、すごい。1674年って書いてある。江戸じゃん。供養塔にって書いてあるね。地蔵はね、観音マンだ。なんだって。チカッとしたね。ライトが調子悪いな。これは何？これゴミかな。うん、修復してみてね。子育ちが見たい。修復してね。いや、今日ほんとあったかいわ。なんかこれになります、なんかあと他には近かったらちょっと行って帰ろうかな。あと一個行ってもいいですけどね。あるでしょうね。昔の形状跡じゃないですかね。うん、書いてないけど。どうだろうね、この辺。お疲れ様でした。うん、します。